はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。ですね、今回久しぶりの新規の動画投稿なんですけど、ちょっとね、かなりレアな種類が、というか多分日本初入荷じゃないですかね、がちょっと手に入ったので紹介させていただきます。こちらなんですけど、マレー、ツタツノカブ、多分カナブンですね、の、が、という種類が手に入りました。すごい独特なんですよね、オスが。これがオスらしいんですけど、なんかすんげえ、ワリックとかを彷彿させるような姿をしてるんですよね、こうやって。ちょっと俺も驚きなんですけど。で、メスが、こんな感じなんですね。まあ、ちょっとオスに比べればパッとしないでも、これも金属光沢をまとってるんですよね。ちょっとわかりにくいかもしれないですけど。これもちょっと結構面白い種類みたいなんですよね。まあ、ブリード情報ゼロという状態からスタートするわけですけど、まあ、とりあえずオスとメスの状態はいいですよね。わりかし。まあ、とりあえずはプロイスと同等の産卵セットでやってみようかなと思うんですけど、あ、これ全部で頭動くのか。まあそこはね、ちょっとね、まあ初入荷と、情報ゼロという状態の中で、いかにこう、産ませられるかというですね、ちょっとやってみたいと思います。おそらく、どうなんだろう、ベンクールだから、やや低温気味の方がいいのかな。まあ、むちゃくちゃ暴れてはないんで、この温度帯でもいいんでしょうね。だいたい、ダメなやつは暴れますからね。まあ、わりかしこれでもいいんでしょう。まあ、とりあえずはプロイスとか、マインドローン、あそこら辺で通用するような手の、サマセットを組んでみたいと思います。うまくですね、なんとかブリードできるように頑張ってみたいと思います。ね。というわけでですね、ちょっとマニアックというか、激レアというか、なんというかね、玄人好みの種類でした。それではですね、動画を終わります。